はいどうも皆さんこんにちは、ピアキングです。今日はね、めっちゃ前に流行ったスーパーマリオ64っていうゲームをやってみたいと思うんですけど、ただやるだけだったらちょっと面白みがないなと思って、今日はねこのスーパーマリオ64を5倍速でやっていきたいと思います。それじゃあね、早速やっていきましょう。僕がねまだ小さい頃こればっかずっとやってて、正直このゲームはね4、5回ぐらいで全クリしてるんだけど、もうそんくらい面白いのこのゲームって。ワープ土管をくぐり抜け、ピーチの後ろに着きました。操作は簡単、 A がジャンプ、 B ボタンで攻撃、看板も読めます。マリオを動かすのは真ん中についてる 3D スティック。まずはお城へ進め。で、まあノーマルだとこんな感じなんだけど、ノーマル倍速だとね、これが5倍速になるとドン、はい、こんな感じになります。ちょっと待って、思った以上に早すぎた。こんにちは、僕たちがカメラマンのジュゲムブラザーズです。あなたについていきます。めっちゃうなずいてんな、うん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 言ってマリオ。やばいなこれ。カメラはおすすめの位置から撮影できます。向きを変えるのは C ボタン、変えられないときはブーっと言います。 OK、 わかった。それじゃあね、早速やっていきたいと思うんだけど、めっちゃ速くないこれ。待って、今クッパの声も一瞬で終わったんだけど。それじゃね、しょっぱな入って左のドアの前にねスターのマークがあると思うんだけど、ここに数字が書いてるんだよね。これ数字寝た。マリオ寝ちゃったよ。でこのドアの前に書いてる数字の分スターを持っていないとこのドアに入れないっていうことだね。それじゃあ早速やっていきましょう。よし、山の上のボムキング。ここは危険な戦場のど真ん中。絵の中の世界にはクッパが盗んだパワースターがある。まず赤ボム兵に話しかけてみるといい。 B ボタンで話にができる。きっと近くに会ってくれるはずだ。よし、話しかけてみようか。足めっちゃ速くね。赤いボム兵、足めっちゃ速くね。よし、 OK、 危ない危ない。こんなところうろうろしてると水バクターが降ってきますよ。 OK、 わかった。でこのボム兵に話しかけたら確か大砲使えるようになってないかな。あ、まだなってないんだ。よし、それじゃあ行きましょう。ちょっと早い早い、待って、クリボーが超速いんだけど。よしよし、これはねマリオ HP あると思うんだけど、コインを取ると回復するから。よし、でこれは一応道は分かってるんだよね。早っ、ここ渡れるかな。渡れない。待って、ボム兵も爆発するの早いから。ちょっと待って待って、危ない、危ない危ない。よし、橋が渡れ、橋が渡れて、危ない。ボム兵も、ちょっと待って、ぐるぐるになって、やべえ目が回るわこれ。よし、ゆっくり行こう、ゆっくり行きましょう。5倍速はめっちゃ速いな。ここをまず渡りたい。よし、それじゃ。待って、橋が渡れない、橋が渡れないんだよね。マジで渡れない、むず。待って、5倍速むずくないこれ。それじゃあこの橋リベンジできない、リベンジできない。待って、マジで目が回るこれ。あ、コインがある、回復しておこうか。 OK、 カメラワーク変えるか。カメラワーク変えてみよう。あ、いいね、カメラワークを変えて、これで行きやすくなってない。全然なってない。はい、それじゃあ 4.5 倍速に戻したんですが、ほとんど変わりないな。 4.5 倍速で行こうと思ったんだけど、 4.5 倍速も速いな。いけるか。最初のね、橋が渡れないんだよな。一応ね、山の上を目指してるんだよね。山の上にボムキングがいるから、ここ難しいよな。待って待って、マジで橋が渡れない。よし、それじゃリベンジ。ここボムキングよりここが一番難しいんじゃないの。待って待って、マジで渡れない、いけないかなこれ。待って、ズルはできない、ズルはできない。あの橋がね一番の難関なような気がする。これどうやって行こう、飛んでいくも、飛んでいけ、おっしゃ、惜しい。飛んでいけたと思ったら惜しいな。この橋を渡るまで俺は10分以上かけて、おし、来た。やった。お、待って、なんか降ってきてる、水爆弾か。よし、それじゃあ上に行こう。バッハッハ、早い、これは早い。よし、今、よし、オッケー、オッケー、いいね。待って、鉄球が早い、鉄球が早い、ジャンプして避けよう。避けれるかこれ。それじゃあこのままジャンプ、
ちゃっ、よし、このまま上に行こうと思ったけど、ここの穴が怖いな。よっしゃ、で、ここもチャップルして渡ろう。あー、あ落ちた落ちた、待って待ってくれ。あー、またさ、こっから、嘘でしょ、また橋を渡るところからじゃん。いやだー、よっしゃー、くそで、4倍速に戻してみたんだけど、4倍速だったらいけるかもしれない。よし、オッケー、で、橋を渡って、4倍速もめっちゃ速いな。なんだこの鉄球。よし、この鉄球俺を避けきれるのか。鉄球も降ってくるのめっちゃ速いけど、避けてみせよう。あ早い早い早い、よし、あ、待って、これボムキング倒せるかな。山の上にね、ボムキングっていうボスがいるんだけど、一応パワーを回復していこう。で、このまんま、一応ね、ここ入ったらワープできるんだけど、俺はそんな手は使いません。よし、オッケー、で、ここも取ってヒットポイントを回復しておこう。ジャンプ、オッケーオッケー、来た、もうすぐ頂上じゃないか。よし、頂上来た、頂上に来ました。よし、このボムキングをね、この4倍速で果たして倒すことができるんでしょうか。わしがボムキング、つまり爆弾の王様だ。よくここまで来た、その勇気は褒めてやろう。いや、ほんと褒めてほしい。4倍速で来たからね、ここ。足速い、ダダダダダって言ってる。このね、ボムキングの倒し方は、後ろにマリオが回って持たなくちゃいけないんだよね。よし、持ってみよう、持てるか、持ってる、オッケー。で、このまま倒す。これを3回繰り返したらね、倒せるんだよな。あ、意外と弱いな、ボムキング。これはね、4倍速でも達成。あ、危な危ない。よし、ラスト、これで倒した。よし、これでスターをもらえるっていうわけですね。で、このスターを取っていきましょう。喜んでる暇もないぐらい早いな、これ。一つのステージにね、7個のスターがあるんだけど、2つ目のスターを取っていきましょう。白熱ノコノコレース。で、このノコノコとね、レースして先に着いたらスターがもらえるって話だね。よし、それじゃあ4倍速度かけっこでもしようか。よし、待って、早い早いから。よし、オッケーオッケー、待って、この橋を渡るのきついな。待って、この橋を渡るのがきついから、俺は、待って待って、あ、もう無理だ、絶対無理だ、もうコースから一旦出よう。それじゃあね、このノコノコとね、レースするのはいいんだけど、頂上までだったっけ、確か。お山の頂上まで、さっきね、ボムヘイキングがいたところだよね。いや、早い、マジで早い、勝てないでしょこれ。もうもう、もう勝てないでしょきっと。よし、それじゃあこれ、よし、オッケー。あ、幅跳びしたらいけるわ、幅跳びしたらいけるんだけど、ちょっと、よしよしよし、あよし、それじゃあリベンジ行きましょう。よーい、ドン、オッケー。で、ここはしっかり渡っていきましょう。で、ここはね、幅跳びで行けることが分かったから、よし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 。で、このままこいつらを避けて、ゴリ押しで行こう、もうゴリ押しで行こう。よし、このまま、おー、待って、上に来てる、やったー、勝ったー、4倍速で勝ったよし、さあ、2個ゲットしましたね。いや、ほんとめちゃくちゃ難しいから、これ。それじゃあ今日はね、この辺で終わりたいと思います。次回ね、この動画にね、需要があればまたね、やりたいと思います。それじゃあまたね。